すごくいいですよ、今の字。公開。これはもう本当、色彩の才の字パクりました。あ、そうですね、いいですね。これ、この空間を潰すんで、よく空間、空間って僕言いますけど、空間潰して、この横線を短くするともっとおしゃれ。あ、短くするんだ。はい。そうすると、ここの払いが普通に書いても伸びやかに見えるんですね。あ、なるほど。で、これも、で、この辺からちょっとぐーっとまた、ね、大きく払いますね。で、ここから、いいですね。横向き、小さく、斜め向き。次、大きく、ここから、大きく下に。これが大事ですよね。だから、ここの長さを短くすることと、ここを、キュッと上に上げると、もっと良くなったんですよね。ね、できてます。こう書いて、低い高いですね。全部右側に行くと高いと思ってくださいね。低い、高い。で、こう、ひっつかないようにね、少し開けておきます。で、次、また空間が開いちゃってるんですね、その字。空間を開けない。しっかりと角度をつける。これ田んぼの田みたいなもんですからね。しっかりと。あ、やっぱ横広くすればいいんだ。でも縦にも行きますよ、縦にもね。縦にも、こう空間をしっかり作ってください。ね、枠が、この枠というかこの3と合わせていきますから、で、外から中、軽く。で、ここ空間狭くして、空間狭くして、ここまで行きます。そして中に思いっきり、ぐーっと強く描きます。ね、前やりましたよね、これ。ね、そして縦線まっすぐ書いて、短く書いて、短く、これも空間下に開けない、上にキュッといきます。あ、なるほどな。ここもちょっとターボの締めなんですね。もう全てが空間ですね。ここの空間も広かったし、ここも広かったし、ここも空間なかったですよね、はい、じゃあちょっと3万って書いてみますか。ちょっと線1個分、線半分広がります。で、こう右に上がって、これもグー、これと逆ですね。これはうちに入れましたから、これはちょっと広がるパターンですね。で、書き順、縦が先。ね。ね、縦、横ね。で、少し小さめに書いてください。ね。3万円。あ、円をね、うん。そう、3万円っていう風に書くね。で、円が中に、とにかく中に入ったら字がどうですかね。傾いて見えないですか、これって。そうなんですよね。ね。これはダメです、中に入ってはね。円は。ちょっと広がるぐらい。はい。わかりました。うん、いいですよ。はい。